日本の政治家。元山梨県公衆市長、元演山市長、元山梨県議会議員。祖父は元衆議院議員の田辺76。王子は実業家の田辺総英。父は元山梨県知事、衆議院議員の田辺国を。山梨県演山市下茂園に生まれる。1969年3月、成城大学経済学部卒業。 1993年9月の山梨県議会議員補欠選挙で初当選。以後、県議を計4期務める。2005年8月7日に行われた演山市長選挙に初当選。8月16日、市長就任。同年11月1日、演山市は東山梨郡勝沼町、山戸村と合併支配し廃止。広州市が新たに発足し、 11月27日に行われた市長選挙で初当選し、初代公衆市長に就任。2009年、無投票により再選。2013年、全市議の広瀬茂春を破り参戦。2017年、四選。2019年12月27日、疲れや物忘れが目立ち、年には勝てないことを自覚し、 自身の健康面を理由に2020年1月31日付で辞職することを表明し、市議会以上に辞職願いを提出し受理された。ありがとうございます。